こんにちは、フローム埼玉です。今私たちは坂戸市にお邪魔しています。坂戸市は埼玉県の中央に位置する町で、東京のベッドタウンとして住宅団地が多数建設されてきた町です。そんな坂戸市はよさこい祭りが有名で、平成13年に開催以降、回を重ねるごとに熱い視線を集め、県内有数のお祭りとして過去に例のないにぎわいを見せているそうです。2023年は10月8日の日曜日に開催される予定となっています。私たちも実際に見たことがないので、とっても興味があります。そんな坂戸市で今日はラーメンをいただきます。お邪魔するのは寿製麺の吉川さんです。初めて伺うのでとっても楽しみです。券売機スタイルですが、他のお客様がお並びだったので動画はありません。こちらがワンタンが入った細麺の中華そば。メニューの名前が定かではなくてごめんなさい。こちらが太麺の中華そば。背脂、生姜の水餃子。はい、いただきます。いただきます。はい、いただきます。うわー、透き通っててすごいね。おすすめの太麺、うん、大好きな極太麺まだね、あれを細麺にしたんだ、細麺です。あ、そうやな、おいしい。醤油だけ、もうオッケーじゃない。
しい。うん。ペレンペレンのチャーシュー、なぜかいつもジェスチャー。丸尾氏曰く、今までは声を出していなかったので、つい話すのを忘れるそうです。お好みもあるとは思いますが、マルコはこの太麺がとっても好きになりました。ちょっと刀削麺風な感じ。チャーシュー大きいし熱いの。でもなんかローストビーフ調のレア感がある。食べてみるよ。チャーシュー買ってみようか。うん、うん、うん、ローストポップみたいな感じ。マルコの太麺が来ました。どうだろう。あ、太いね。うん、美味しいよ。うん、うん、うん、歯応えあんねん。うん、美味しいよね、このピロピロ感。歯応え、腰っていうのか。うん、うん、このピロピロ感ね。どうぞ。うん、食べるよ。だからこの麺も美味しい。富山のあれを彷彿とさせる。うわー、ワンタン来た。ありがとう。今日はたくさん汗をかいたから、まろやかな塩味のスープが体に染み渡るようでした。ん、ごちそうさまでした。ん、次回の動画は中国人のシェフが作る美味しい格安ランチ。本格的で美味しいのに安い。お腹いっぱいになりました。お楽しみにしてください。